フランクフルトブックフェアでイラストを描く、イラストレーターイラストレーターとは、情報や概念の視覚化、図解、娯楽化など、何らかのコミュニケーションを主目的とした、エイコールイラストレーションを描くことを制御としている、人のこと。差絵、表紙、絵本、広告、パッケージ、ポスターなどを主な活動範囲とする。日本のポップカルチャーにおいては、絵師と呼ぶこともある。 ロートレックのポスター注文や要請に的確に応じる必要性のため、イラストレーターには画力やセンスのみならず対象事物への理解力や専門知識も求められる。このため、科学、医療、料理、ファンタジー、ファッションなどの専門イラストレーター、工業デザイン、インフォグラフィック、コンセプトアート、キャラクターデザインを得意とするイラストレーター、あるいはパステル、エアブラシ、 コンピュータグラフィックスを用いるイラストレーターなどのように細分化された専門分野が存在する。ボローニャ国際児童図書店で展示を行うイラストレーター、絵本作家イラストレーションの定義と同様イラストレーターの定義にも曖昧さが残る。画家が自らの創作意欲に基づいて独自の色合いや筆使いで絵画を描き、絵画を販売する職業であるのに対して、 イラストレーターは商業的な用途などから目的となる事物やスケジュールを指定されて図絵を描き始める職業である点が異なる。例えば書籍の表紙のために新しく絵を描き下ろすものは大抵イラストレーターと呼ばれる。専業のイラストレーターも多い一方、ポスターや商業デザインの分野ではグラフィックデザイナーが日本の雑誌や小説のイラストでは漫画家、 アニメーターが兼業していることも多い。アルフォンスミューシャはその仕事のどの部分を捉えるかにより、画家ともグラフィックデザイナーともイラストレーターとも呼ばれる。今日では、イラストレーターも画集を出し、画家も表紙を描いたりするので両者の境界は、ますます曖昧となってきている。イラストレーションを描くという意味において、漫画家、キャラクターデザイナー、絵本作家、挿絵画家、 工業デザイナー、ウェブデザイナーなどとの明確な区分は難しいが、例えば漫画にあっては、原作が漫画家独自のものであれば、創作意欲や独自性から、扱いとしては漫画家になり、発案したキャラクターを用いた商品広告などの場合にはイラストレーターに準じた扱いになって、対価も異なる。同様に絵本にあっては、ストーリーや図絵を一人で行う場合は、 イラストレーターとは呼ばず、絵本作家となり、挿絵画家とは異なる位置づけになる。イラストレーターはフリーランスが多く、画家と同じく認定資格もなく、一件ごとに発注を受けることが多い職種のため、プロの定義も曖昧である。初期のイラストレーターの職業団体としては1902年2月1日にアメリカ合衆国で設立され、ハワード・パイルとその弟子のブランデーワイン派の イラストレーターたちが参加したソサエティオブイラストレーターズがあり、イラストレーターの地位を向上させた。欧米の美術大学では、イラストレーション専門の学科が開設されていることもあるが、日本国内では、イラストレーション科を持つ美術大学は存在せず、デザイン学科の中にコースが設けられているグラフィックデザインやインダストリアルデザインの専攻科などで学ぶこともできる。 一方、専門学校では、イラストレーション化も存在する場合があり、より実践的な内容が教えられている。いずれにしても、そうした期間で教育を受けたからといって仕事が得られるとは限らない。編集者などへの売り込み、個展の開催、コンペティションへの応募、アッセンエージェントへの登録、ウェブサイトでの宣伝などを通し、自力で仕事を獲得する必要がある。イラストレーターと、 依頼主の間で取り交わされる契約の内訳にも左右されるが、一般的には、イラストレーターの描く図への著作権はイラストレーターにあり、使用範囲を限定した使用権を依頼主に与えることが多い。著作権を譲渡する場合でも、指名表示権などの著作者人格権は譲渡できず、イラストレーターの元に残る。 イラストレーターの描いたイラストやキャラクターを盗作から守るために日本では公表済みのものにあっては文化庁管轄の著作権登録未発表物に対しては行政書士の行う存在事実証明により著作権の保護管理下に置くことが可能である。他方でたとえ依頼主の指示であっても他人の作品の構図トレースなどの著作権侵害を行えば イラストレーターが責任を問われる。ありがとうございます。